円王の池中心街、島鉄、バスセンターの近く地獄雲前ビードロ美術館、雲前スパハウス、雲前お山の情報館雲前温泉は、長崎県雲前市小浜町雲前にある、キリシタン巡教筆の舞台で、世界的に有名な温泉。日本初の国立公園に指定された、温泉保養地である。効能は万人に対してその効果を保証するものではない。 雲前妙見岳の南西、標高700メートルの大しの池の南側に位置する。1990年に噴火した普賢岳とそれにより、誕生した雲前最高峰の平成新山は、妙見岳を挟んで反対側に位置するため、温泉街からは直接見ることはできない。雲前山頂へは、島鉄、バスセンターから、新田峠まで、 乗り合いタクシーが運行されており、新田峠と雲仙妙見岳山頂は雲仙ロープウェイで結ばれている。道中、春は雲仙筒地を楽しむことができる。温泉街は噴気帯、雲仙地獄を囲むように存在し、その地獄内に遊歩道が整備されている。共同浴場は荒湯地区に荒井温泉共同浴場、古東地区に湯の里温泉共同浴場。 小地獄温泉地区に小地獄温泉館などが存在する。雲仙には32を呼ぶ地獄がある。地獄の遊歩道沿いには、町湖岩、バー石、鏡石、キリシタン純教碑、聖火も湯の石踏みといった、祈願、石碑が点在する。地獄展望台や、足湯等も設けられている。長崎温泉公園雲仙観光ホテル開け湯は七百一年に、行期によって、 温泉山三脇寺が建立されたことに始まる。同時に四面神を祀る温泉神社も建立されたとされる。温泉地として開発が始まったのは約350年前、松平忠房の命により湯守を務めた加藤善衛門が湯宿を設置したことによるとされる。幕末には吉田松陰が当地を訪れた。またシーボルトらにより海外へも紹介された。 明治、大正期には、上海疎開の欧米人の保養地として繁栄した。当時、長崎は、上海の蒸気船などに対する石炭供給地であり、雲仙温泉及びふもとのオバマ温泉と共に、上海疎開の広輩地を形成していたのである。なお、ノーベル文学賞のパール・エスバックや、ヘレン・ケラーも一時滞在している。外国人客が多く訪れていたことを受けて、昭和初期に、 外国人向け様式ホテル、雲仙観光ホテルが建設された。長崎から雲仙、小浜両温泉への交通路は、諫早までの鉄道から先は最初は船による航路が開かれ、ついで、島原鉄道、温泉軽弁鉄道、小浜地方鉄道が整備された。しかしあと2社が合併した雲仙鉄道はバスにシェアを奪われ、ほどなく廃線となった。 長崎市内より車で80分のところに位置する。ありがとうございます。